おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1751です。はい、今回紹介するのはですね、前回で組み立てが完了しました、こちら。スーパーミニプラの勇者王ガウガイガー6。こちらのジェネシックガウガイガー。こちらのジェネシックギャレオンから始まりました、他の5体のガジェットマシンですね。こちらの方の組み立てが完了しましたので、今回はですね、ギミック編という風にさせていただきたいと思います。で、まずはですね、ギミック編の前に、とりあえず以前紹介しましたブレイブ合金。こちらとのね、軽い比較、それをやって変形させてみたいな、そんな感じのことをね、やっていきたいと思います。まずはギャレオンからいきたいと思いますんで、ギャレオンをささっとね、用意してしまいたいと思います。はい、ギャレオンの方が用意できました。こちらがブレイブ合金、こちらがスーパーミニプラ。まあ、当然ながらね、大きさでわかると思いますけど、以上こんな感じです。で、ちょっとここの縦紙パーツ起きてなかったんで、ちょっと起こしますけど、まあ一応こんな感じとなっております。まずですね、まあ大きさもそうなんですけど、顔の造形、こちらですね、ちょっとメッキかかってて見づらいと思いますけど、額の部分っていうかね、それが一応この状態でガックンと押しておしまいなんですけど、こちらはですね、もうちょっと目が鋭くなるような感じで、ブレイブ合金に比べるとシャープに仕上がってるという感じになってます。はい。で、もう一個の違いとしましては、まあ、縦紙パーツの形状がどうのとかね、位置関係がどうのっていうのはちょっとあると思いますけど、正面から見た時に、爪の部分ですね、それを見ていただくと、ここですね、一応手の甲をこっち側に向けるような感じにしてるんで、この状態で真っ白の状態になってますよと。で、こちらのスーパーミニプラの方は、手首パーツ、説明書の方では確か指がこっちになるようにつけるはずなんで、こうなってますけど、まあ、グレーが中間に挟まってると。まあ、こちらクリーム色っていうかね、このパーツの形状からいって、グレーが挟まって爪になると。それなので、こっちの方がまあ自然な流れになっているという感じですね。はい。それと、リアパーツ、ここに関しましては、これがブースターみたいな感じで、上に跳ね上がってる。こんな感じの形状ですけど、スーパーミニプラの方は側面のここの位置になっているよと。で、これがですね、まあ、引き出し機構があってどうのこうのっていうわけではないので、まあ、サイドのこの辺の位置にしかいかないので、まあ、これがちょっと気になるポイントかなと。ただ、顔の部分をこう見ていただきますと、まあダクトのここの部分が黒くなってるとかね、そういうのはちょっとありますけど、口の部分がこちら全部メッキですよと。で、それに対してスーパーミニプラの方は口の部分がグレーになってるんで、まあより締まった感じですね。一応鼻の部分が一応黒っぽくなってはいるんですけど、メッキが強すぎてそんなに目立たないって感じになってますんで、顔の造形とかに関しましては、サイズに関してはこっちなんだけど、造形はこっちっていうね、非常に良い作りになっております。はい。で、ボディの部分、この辺のね、黄色い部分と顔の部分、これが一番統一感あって出てるんですけど、これに関しましては塗装とメッキ処理なんで、まあこれが結構ね、バラバラになってるんで、ちょっと気になるポイントかなと。で、まああと尻尾の部分がこうですとかね。まあ横から見た時も結構スタイルが違うので、まあなかなかね、違いがあって、ありといえばありなんだけど、っていう部分があるかなと。で、特に上の部分がね、上がってるとか、それもありますけど、こちらはそこよりもかかとですね。これがこっち収納されてるんで、こういう風にね、シュッといってるんだけど、ここは一旦後ろのところにボコッと出て地面につくみたいな感じになってるんで、下半身というかね、この後ろからのスタイルはこっちの方がいい感じにまとまってるんじゃないかなと思いますね。はい。以上これがまあギャレオンですよという感じです。で、こちらはね、変形紹介してるんですけど、こちらですね、変形させていきたいと思います。まあ、変形工程は以前のね、こちらと大体同じような感じになってますけど、まずこの状態で、こういう風に足を伸ばす。そして、まっすぐま伸ばしていきまして、シュッと伸ばし、これに関しましては、ちょっと倒すというね、ここが一応水平になるような感覚で、まあ、倒してあげれば OK ですよと。で、同じような感覚でこういう風にしてあげて、はい、こうなりました。ちなみにここの部分は稼働しますんで、まあ、一応一番上にしておけば OK かな。で、これがサイドアーマーですけど、これはですね、本来は、ここにいるんではなく多分後ろに行かなきゃいけないと思うんですけど、アームの部分を利用して後ろの方向に一応逃がすことはできるという感じなんですけど、これは最後にやる感じですね。はい。まあ、足としてはこんな感じにします。それからくるっと上半身を回転させて縦紙パーツを倒します。で、この時にスペースができるはずなので、あとこちらのパーツかな、この辺の位置も考慮しつつ、一応後ろの方向に逃がしますよと。はい。まあ一応これを内側にこうやって寄せてあげれば、まあスペースができるっていうことみたいなので、まあなんとなく後ろ方向に逃がすという感じかな。はい。まあこれがちょっとね、安定感に欠けるかなっていう感じがありますけど、まあこんな感じにしておいて、腕を下げて、で、クローパーツを倒す、手首を回して、前面向けると。まあこんな感じですよ。で、反対も同じような感じで、こういう風に動かしていきまして、こ
これで腕の方が変形完了。そしてギャレオンの頭部パーツを倒していってくるっと回し下げ切ります。そうするとヘッドパーツが出てきますんで、一応こんな感じにすると。で、尻尾パーツに関しましてはここでパチンと外すと。そして折りたたみ、ここの上の軸ですね、これを利用してさらに奥のところに差し込んであげて、こういう風につけてあげると中に格納できますんで、まあ大体これでジェネシックガイガーが完成するという感じになっています。はい、ちょっと横から見るとね、厚みがあるんですけど、まあ全体的にいい感じなのかなというふうに思います。ということでこちらですね、ブレイブ号機の方もささっと変形させてしまいたいと思います。はい、変形の方が完了しました。といってもとても巨大なんで、こういうふうに上に行きますけど、こんな感じですよ。はい、で頭部のバランスとしましても、やっぱり中に格納している関係で結構ちっちゃいですよと。でこれは当然ながらものすごくちっちゃい。で、あと肩の部分のセンサーが塗ってあったりとか、可動域を広げるためにパネルが開くんで、ここ横にね、腕を上げることができるっていうギミックがありますよと。で、あと腕のここにクリック関節があるんで、まあ、保持力バッチリなんだけど、下半身に関しましては合金使ってるんで、ちょっとこの辺がね、重量に負けて広がりやすいとか、そういうような感じになっております。ただこちらに関しましては、頭部がちっちゃいのはしょうがないんですけど、腕がですね、側面のパネルではなく内部機構によって上げることができるんで、こちらのセンサーの位置をキープしたまま腕を上げるという、ちょっとで違和感ある稼働ではないので、こっちの方がまあ自然かなと。で、あと二の腕をロールできますよ。肘に関しましては二重関節はないんですけど、まあ、ここまで曲げることができるという風になってますよと。はい、で、あと手首パーツはこちらのね、グーパーツ以外に平手パーツがありますね、まあ、交換することができますよと。で、これは軸パーツなんで、スポット抜いて差し替えるとパーにできると。ただこの状態だとクローパーツは展開できませんので、やるときには毎回グーに変える必要性があると。はい、でジェネシッククローとしてこういう風に展開することができますので、こういう風に武器として使用することができる。これもね、以前と同じようなギミックになってますよと。はい、ただ手首パーツに関しましては軸式になってますんで、ちょっとの調整が効かないっていうのがありますけどね、まあこんな感じですよと。で、腰はまあ変形の都合上ひねりが効きますけど、こちらのサイドのパネルですね、これがこちらのね、ブレイブ合金だともっと後ろに行ってるけど、これはここまでしか行きませんので、まあちょっと狭いかなっていう感じはありますね。まあ一応ギミックとしてはこんな感じですよ。足回りはももでロールできます。まあちょっと造形の関係でそこまで動きませんけど、こういう風に動かすことができる引き出し機構があるんで、こういう風に変な感じですけどね、ここまで下げることができますよ。前にここまで行きます。こちらのブレイブ合金も一応上がりはしますけど、そこまでね、広くはないんですけど、まあこんな感じで上げることはできる。ただブレイブ合金ではなくスーパーミニプラの方はここまで上げることができて、後ろにもがっつり行くという感じにはなってます。はい、で二重関節は一緒なんで、ここまで曲げることができます。あとはですね、接地性を高めるためにつま先部分がこういう風に曲がりますんで、これを利用してあげると足を広げた状態でもこっちに比べて立たせやすい、そんな感じにはなっているという感じです。はい、であとこちらのね、スーパーミニプラの利点としましては、頭部パーツ、このちっちゃいやつではなく、これをここから外します。これの代わりにガジェット顔についてきたこちらですね、見た目重視用の頭部パーツっていうのがありますんで、これに差し替えてあげると一気にバランスが良くなるっていうね、こういうような高価な頭部パーツがあるのは非常にいいですね。うん、まあかっこよくなります。ただ弱点としましては、こちら真顔しかないよと。で、組み立てとしましてはフェイス部分とこの上の部分は別パーツになってるんで、せめてね、方向フェイスのやつがもう一個あれば良かったかなって感じがありますけど、まあこんな感じにすることができるんで、まあ全体的なバランスとしてはこっちの方がいいんじゃないかなと思います。まずこちらがですね、ジェネシックガイガーとジェネシックギャレオンという風になりますので、次はですね、プロテクトガオとブロークンガオ、これね、ちょっとやりたいと思いますので、両方さっさとね、準備してしまいたいと思います。はい、両方準備できました。まずはですね、こちらがスーパーミニプラの方、こちらがブレイブ合金という風になっております。で、こちらのブレイブ合金の方はもう見た目重視のパーツをつけてますけど、これの代わりにこちらのパネルパーツですね、これを展開することによって、見た目重視のパーツなしでも一応再現することができるという風になっております。で、それはこちらも同じです。これもこちらね、今互い違いの状態になっているこのパーツを使ってるんで、まあ、上から見た時に非常に違和感がある作りになっている、これも同じです。で、こちらのプロテクト側の方も同じですね、まあ、こんな感じのパーツにはなっておりますが、こちらのパーツはこうなっている。ただこちらに関しましては、これはね、展開してどうのこうのっていうギミックになっておりますので、見た目重視のパーツはありませんけど、まあちょっと違和感あるのはこっちの形かなと。
まあ違いはそんな感じ。そこの部分もちょっとね足りないんですね。こっちここの部分の関節パーツが覗いたりとかしてるんで、まあちょっと違和感ある感じになってますけど、まあ大きさとしてはまあこれぐらいですよ。でこちらに関しましては、先ほども言った見た目重視のパーツっていうのがちゃんとこういう風についてきておりますよ。はい。でこちらつけるときにはまずこちらですね、ブロークンガオの方は後ろのこちらのねタンクパーツ、これをまず取りますよ。でこちらのパネルパーツに関しましては、このように折りたたむのではなく、このブロックパーツと同様に取ってしまいますよと。はい。でこれ取ってしまって見た目重視の専用パーツに5と差し替えますよと。はい。こうするとこんな感じにできる。でこれはここで一応ねこういうふうに上に上げたりとかできますけど、まあこんな感じ。こちらのブレイブウォーキングのやつに比べるとより自然な感じかな。ちょっと穴が出てしまうんでちょっと気にはなりますけど、こういう感じ、横から見た時も結構シュッとしてるんでいい感じかなと。ただこちらもこちらも共通で床に置くことしかできませんよと。でベッド台座をねつけるとかそういう穴もありませんので、ちょっと惜しい感じがあるかなと。まあ無理すればねここの穴のところに台座をね差し込んであげることができはしますけど、ちょっと惜しい作りかなっていう感じはありますけどね。まあこんな感じですよと。でこちらに関しましては一応見た目重視のパーツっていうのがありませんので、これで完成になっていると。まあ、ここのパネルパーツを後でつけるかつけないかぐらいの違いなんで、ちょっとね惜しいかなって感じがあるんですけど、これもこちらをねブロークンと同じような感じでこのブロックパーツを外し、サイドのパネルこれも取ってしまいますよと。はい。でこれ外した後に専用のこのパーツにグサッと差し替えることによってこんな感じです。ちょっと下の部分が合ってないような感じがしますけど、上から見たときはやはりこちらと比べてより自然な形になってるねっていうのがわかると思います。はい。なのでまあこちらのねブロークンとプロテクトに関しましても、まあ専用のパーツを使ってるだけあってこっちの方が見栄えがいいかなと。で見栄え重視じゃないパーツを使うと、まあ両方とも同じような仕上がりなのかなっていう感じがあるんでね、まあこれは好みによって分かれると思いますけど、一応こんな感じとなっておりました。はい。では次にですね、スパイラルガオとストレートガオ、これをね行きたいと思いますので、ささっと準備してしまいたいと思います。はい。2体とも準備できました。まあ一応こんな感じになっておりますけど、基本的にこれとこれ両方とも同じことが言えますけど、ドリルの先端部分と目の部分以外は全部共通という感じになっております。でこちらのブレイブウォーキンの方の強みとしましては、まあメッキ処理されているドリルパーツっていうよりも外観に使われている金属パーツ、あとはこちらキャタピラの部分ですね、これがゴム製になっているっていうのが一応特徴の一つですね。はい。それとこちらの変形の時にちょっとね一部変形間違いがありましたけど、こちらの底のパネルですね、ここの部分が一応こういう風に両サイドに開くことができまして、まあ、こんな感じにすることができるんで、こう爪パーツをねこんな感じにした時に、このようにね後ろから見た時にもこの感じで、ね、見栄えが良くなっているというのが、まあこちらの特徴の一つだという感じですよと。ただこちらに関しましては造形が最初からされてるんで、爪パーツをこういう風にしてしまうと見えないっていうのがちょっと特徴かなと。うん、これはちょっと惜しい感じですね。はい。であと隙間が結構あるよと。こちらに関しましてはこちらのパネルパーツこうやってねずらしたりとかすることができるんで、まあある程度ねちょっと隙間隠すことができるっちゃできるんですけど、これはねもうこの状態になっちゃってるんで、この辺の隙間があったりとかね、これが結構目立つかなっていう感じがありますね。はい。でキャタピラに関しましてもワンパーツ、裏部分がちょっと肉抜きみたくなっちゃってるんで、こういう部分がねちょっと目立ってしまいますけど、まあおおよそいい感じにまとまってるのと、軽いんで非常に扱いやすいと。でこちらに関しましては可動ギミックがある関係で、ちょっとこう結構ガタついたりとか、キャタピラの位置がこういう風に勝手に動いたりとかね、こちらの側面パネルに関しましてはこういう風にパカパカしてしまうので、この部分がもうちょっとガチッと止まってくれると非常にありがたかったんだけど、まあしょうがないのかなっていう感じはありますけどね。まあこんな感じです。でドリルパーツのお話なんですけど、こちらはですね回転状態を再現したツルツルタイプのドリルはありませんけど、スーパーミニプラ、あとはスーパーロボット超合金、こちらの方にはねツルツルタイプのやつがこれがついてきておりますので、より劇中に近い形にできるっていう特徴がありました。うん、まあそれはこっちの方が勝ちっぽいけど、ここの部分がですね可動部分がこういう風にいろいろこういう風に動いたりとかするんですけど、こちらは左右に開くぐらいしかできなくて、全体的にもうちょっとハの字にしたりとかね、そういうのができないっていうのがあるんで、ちょっとこじんまりしてるっていう感じがありますけど、まあこれはこれでいい感じなのかなというふうには思いますけどね。まあこんな感じというふうになっております。はい。では最後にですねガジェットガオの方行きたいと思いますんで、それをささっと用意してしまいたいと思います。はい。ガジェットガオの方用意できました。
一応まあこんな感じでね、まあパネルのラインのところがどうのとか大きさっていう問題はありますけど、まあ見ていただくとね、すぐわかると思いますが、こちらのタンクパーツですね。こちらのマウント方法が本体とタンクパーツの間に専用パーツを挟んで取り付けてると。ただこちらはここのところの軸部分に直接ブスッと差し込んでますんで、余剰品がちょっと少ないという感じですねと。で、あと首部分に関しましては、多分設定に近いのはこっちだと思います。このカバーパーツでちゃんとね、この蛇腹になってる部分を隠しつつ、頭部パーツがある。ただこちらは、このカバーパーツがありつつ、何段かついて頭部なんで、ちょっと首が長い感じになってますね。まあこれ気になる人はね、何パーツか抜いてあげて、もうちょっとシュッと縮めてあげれば、首の位置っていうかね、こちらのセンター部分がこの辺に来るんで、もうちょっといい感じにできるかなと思いますけど、まあそれは要調整という感じかなと。であと、爪部分ですね。これに関しましては、ここの接続部分でハの字にしたりとか、ひねったりとか曲げたりっていうことができるよと。で、こちらも一応ね、関節部分があるんで、それでカチカチ曲げれば、こういう風に上に上げたりとかもできると。で、根元の部分が一部固定できるようなギミックになってますんで、こういう風に保持できると。これが別なね、メーカーのやつになってくると、ここの足部分の関節があまりよろしくなくて、全体的にペチャッと行きやすいんですけど、こちらはね、この状態でガチッとホールドできるっていうのが一つの強みという風になっております。あともう一つの違いは、これよく見ないとわからないっちゃわからないんですけど、かかと部分に、この金メッキと赤パーツですね。このパーツがあって、設定ではこれがドッキングの時に横からペタッと出てきて、それが展開して、ジェネシック顔外側の縦紙パーツになるんですけど、こちらはですね、こういうようなパーツではなく、最初から展開された縦紙パーツがこういう風にくっついてきてしまってるんで、設定と違うという感じになっております。なので、ここがちょっと惜しいなと。爪部分がまあ稼働してどうのこうのとかね、まあ全体的に軽いから動かしやすいとか、そういうのはちょっとあるんですけど、ちょっとここの部分が設定と違うので、これはちゃんと専用のパーツがちょっと欲しかったかなって感じがありますね。はい。まあ一応軽いから扱いやすいかなっていうのと、合体のためのね、余剰品がちょっと少ないっていうのはありはありなんだけど、ちょっと設定と違う形状っていうのがやっぱり気にはなるんでね、そこだけちょっとなんとかして欲しかったかなーって感じはありますね。はい。あとは合体の時にね、もう一回ちょっと言うと思いますけど、こちらですね、ここの金メッキのこの爪パーツというかね、こんな感じのパーツは合体時にはこれ使いません。ただこちらはですね、合体再現用の専用のメットパーツっていうかね、それを使うとここのクローパーツっていうかね、この爪パーツみたいなのはちゃんと使いますんで、こっちの方がそこは設定に忠実かなっていう感じがありますと。あとは、ボルティングドライバーとかウィルナイフの時に、こちらのね、蛇腹になってるパーツを引っこ抜いて、月周と同じようなね、数にしたりとかできますけど、これはワンパーツ見たくなっちゃってるんで、それが抜けないっていうのがちょっと弱点の一つではありますけど、こっちの方が首がね、ちょっと短めなんで、非常に扱いやすい。まあ、引っ張れば長くできるっていうね、そういうようなギミックがあるんで、まあ、どっちもどっちかなって感じがありますけど、まあ、こっちの方が扱いやすいかなという感じですね。はい。それ以外に専用パーツとしまして、まあ、ボルティングドライバーがあったりとかね、それはもう、後々、ギミック編でもう一回やりたいと思いますけど、まあ比較としてはこんな感じ。あとはですね、ジェネシックガイガー、ジェネシックギャレオン、こちらのね、稼働範囲とかをちょっとやっていきましたという感じで、今回はここまでにさせていただきたいと思いますので、次回はスーパーミニプラ、こちらの方のファイナルフュージョンですね。それをちょっと紹介していきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。